これがジャイロを学ぶ前です。これがジャイロを学んだ後の成果です。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、スティック操作日本代表の僕がジャイロ操作をやってみた動画パート3ぐらい、パート4ぐらい、ちょっと何回目かわからないですけれども、チャレンジね、またまた再びやっていきたいと思います。それでですね、ジャイロ操作はちょっとほんまにもうシンプルにね、スティック操作以上におじいちゃんになりやすいんで、使いやすい武器スプラシューターで活かしてください。でギアはこんな感じ。サブインク効率アップと、イカダッシュ速度アップと、サブじゃないわ。インク回復力アップか。これでいきましょう。このスプラシューターで。それでね、前にジャイロでやった時のコメント欄とかね、いろんなね、知識を僕をね、見させていただいてですね、学んできたんですよ。この、手首をね、固定するんですよね。僕いつも空中に浮かしてね、体ごとなんか、マリオカートのコントローラーを動かすように、体ごと動いてね、ジャイロやってたんですけどね、今回固定するという知識を得たんで、ね、だいぶ上手くなったと思うんですよ。これがね、真のね、ジャイロ操作ですよ。こういうことでしょ。ほら、見てください。ほら、結構いい感じで、いい感じでしょ。ほら、ほんまに。前よりも絶対いいと思うんですよ。すごい当たってる気がする。え、当たってますよね、前よりもね。ちょっとあんまよくわからんけど。ね、ほらほら、皆さんいけるっしょ。結構いける感じじゃない？結構勝てそうな感じ出てるでしょ。これは期待できるということで、皆さん期待してください。まあ、デスしまくってね、画面グリングリンになるかもしれませんけどね。まあ、なんとか頑張りたいと思います。はい、試合目モンガラキャンプ場で頑張っていきましょう。もうポイントは手首固定なんですよ。そうでしょ、ジャイロの方々、手首をこう固定すれば最強の実力が得られるんですよね。初期地点が一番やばいって制御不能になります。でもほら、普通に歩いてるときは制御できてるでしょ。ジャイロ制御してるでしょ、してるでしょ。そうなんですよ、制御できるようになったんですよ。まあちょっと微妙やけどなとりあえずリッターがやばい。あ、リッター、射程長いな。ちょっと、はいはい、ほら、見てください。バックジャイロできましたからね。今、こっち、後ろにこう、ほら、下がりながら、下がってジャンプしながら、ジャイロをこう、操作できてましたから、もう十分でしょ、ほんまに。もう、それだけで、十分やと思いません？もう、そういうことにしといてください。お願いしますよ、ほんまに。え、おる？今なんか、あ、ちょい、射程じゃーん、スーパーチャップ、自分にナイス。俺がありがとうございます。スーパーチャップ、エイム全然関係ないっていう。ジャイロ全然関係ない。もうスティック押したらいいだけですからね。さね、皆さんほら、これがまあ本当のジャイロ操作の実力っていうわけなんですよ。そこおんな、そこおんな、 やろうかここか、カトカト、一緒に行こう、味方の人、お願い、一緒に行こう、味方の人、おるんじゃん、ここ潜伏してる。あ、やばい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 、いけるかいけるかいけるか、あかんかんかん、ごめんごめん、ちょっと僕は離脱させてもらうわ、ほんまにすいません、ほんま。おぶら、バルンバルンバ、バルンバルンバが上からルンバ、あ、倒してくれてますね、ナイスでございます。いいよいいよいいよ、いい感じ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 が出てますね、いい感じ出てますね。そこいますね、クイックボールを投げてきます。うん、当たりませんね。でもスーパーチャップがたまりましたね。さあ、みんな大好きスーパーチャップ、カミ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 チャップ、ナイス味方でしょ。あ、 A も落ちたんか。あ、これいけるぞいけるぞいける、ワンチャンいけるぞ、これいけるいける、 A もで勝負、あかん、スーパーチャップに倒れてもうた結局スーパーチャック、あ、これはいけるかも、これはいけるかもしれん、これは僕の方が射程長いからな、僕の方が射程長いから自分の距離、あ、ありがとう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 、ナイスナイスやばいぞ、エイムがめちゃくちゃおじいちゃんぞ。これはどうなることやらとすごい不安ですけどもね。ちょっと後ろから塗っておきましょうか。上から来るかもしれへんぞ、上から来るぞ、チャプつけろってなるかもしれません。上から来るぞ、チャプつけろ。あ、そこにおるな、今上におったよ、これ降りてくんちゃうか。あ、ほらほら、当たり判定ありますやん、いけるじゃん、いやー、ジムレナイス、今のはもう正真正銘ジムレナイス、あ、いけるいける、いや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 、やられたちょっと弾よけれたんですけどね。あ、いい感じいい感じ、温まってきた温まってきた、手首ちょっとやばい、この蘇生した瞬間がもう制御できへん、ちょっとぬり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 してこう、ぬり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 してる自分にナイスですよ。これほら初期地点ね、ここ塗っとかね、やっぱ負けますからね、よしよし、負ける負けるから、勝ちたいからね、やっぱりジャイロ操作で勝つっていうのが夢、それを今日叶えに来たんですよ。夢は叶うんやっていうのを僕はね、このゲームからスプラトゥーンというね、ほんまに歴史的にすごい売り上げ誇ったこのゲームでね、僕は証明しようと思う。夢は叶うんです、夢はね、夢は叶うぜ、夢は叶うぜ、チャップだぜ。お、ジェル勝負する、ジェル勝負する、ジェル、うーん、スーパーチャックに倒ってしまうやつ。でもこれ、じゃあ、オッケー、綺麗に当たったいいよ、いいよ、いいよ、手首固定できてるよ、誰横から来てたんでしょうかね。ナイスしてやられ、チャップしときましょうか。やばい、結構塗られてるぞ、これどうしようかな。いや、ここ飛んでいいんちゃうか、もうここ攻めあるのみや、こっち飛びましょう、こんにちは、じゃあ自分にナイスってしときましょう。オッケー、ありがとうございます、味方の人、ナイスちょっと攻めようかな、一緒にこの人と、僕も一緒にちょっと手を貸すわ、手を貸すわ、手を貸すわ、オッケー、ナイス、ありがとうございます。ちょっと塗るわ、おおおお、あ、お腹痛い、お腹痛い、めっちゃお腹痛い、今のボールドマーカーでお腹えぐられたでもあれですね、
あの前よりもはジャイロをモノにした気がする。制御できてんちゃいます？全然できてない気するけどねエイムがさだまさしからのエイムがおじいちゃんになってしまいますけれども、ほらでもスーパー着地押すのはさうまいですやん。ジャイロでもスーパー着地を押せる技術はこの1試合目で身につけたんで、あとはエイムを敵に合わせるだけ。はい、2試合目ハコフグ倉庫でね、ジャイロ操作の本気というものをね改めて見ていただきましょう。僕はここのハコフグ倉庫に来るまでにね、ジャイロ操作での実践をねもうめちゃくちゃ積んできたから大丈夫だと思うんですよ。ほらね、いい感じで制御できてるでしょ。あのリスから生まれた時だけ荒ぶるだけそれ以外は大丈夫やと僕は信じたい。さあ行きましょうか。とりあえず手首固定とあれなんですよ、もう一個ねジャイロ操作ね強くなるコツをね僕分かったんですよ。手首固定と自分に合った感度でやるってやつなんですよ。これ僕スティックの感度変えずにやってるからさ、ちょっと早いんだよなおちょっと早いなって感じなんですけど、でも大丈夫ですよ。速さにも慣れるぐらい僕は実践積んできましたから。やっぱりスプラトゥーン、やっぱり実戦大事っしょ。実戦ね、実戦ほら見て、マルチミサイル避けてるでしょ。ナイス我慢押す余裕がなかった、集中しすぎてそれはヤバチャップやな貴様。ああいうこと、あそこおるくね、そこおるくね、テレレレテテテテ、スーパーチャップはいつでも押せるっていうね。ほらね、ジャイロ操作の時のね、あのスーパーチャップ押すのめっちゃ上手なったでしょ。これいけるかな、ワンちゃんワンちゃんいけるかな、あかん、あの多分ね、オッケー、ナイス、ありがとうございます。立ち回りが慎重になってる、噛んでる噛んでる、食い込もう、よしよしクイックボムやったらね、僕でも当てんのね、あれ爆風の範囲あるからさ、上手になったんちゃいます。オッケー、いい感じよ、いい感じ、刺さってる刺さってる、いいよ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 、いい感じや、いい感じやんか、いい感じに見せてるけど、スーパー着地とあれですからね、クイックボムしか投げてませんからこいつスプラシューターの使い方間違ってやがるっていう感じになってますけども、集中しよう、手首固定ね、何回も反復練習、反復反復やん、反復、手首固定、手首固定、手首固定ね。その反復をあの忘れたものはね、スプラトゥーン負けますから、ジャイロ操作にね負けてしまう。どこにどこでやられたん、どこ、え、どこ、誰にやられたん、あれ上に入り込んでる、あ上に入り込んでる、え、わからんわからんわからん、どこどこどこ、え、どこどこなんできました、どこ、あこれいけるか、あかん、スーパーシャップでちょっととりあえず回復してクイックボム投げた、おるんちゃん、ここん僕誰倒したん、あいける、イエーイそうか、接近してしまえばジャイロでもエイムがおじいちゃんならないんだ。そうめちゃくちゃ接近したろ、もうそれやん、もうそれしかない、僕がこのジャイロと生き残るためには、このハコフグで生き残るにはもうゼロ距離で戦うしかないクイックボム舐めんの、舐めんのちゃうわ、クイックボム舐めてもなんかゴムの匂いしそうですねクイックボム投げるのうまいか、 あかん、調子乗った調子乗った、これなんですよ、ちょっとねなんか調子ええんちゃうかと思ってね、調子乗ったらこうなるんですよ、やられた人からごめんなさいやばいやばいやばい、もうリス地点がアラビアータなんですよ、めちゃくちゃアラビアータなるからさ、もうアラジンの実写化かみたいな、めちゃくちゃアラビアータでしょ、アラビアンな感じ、アラブってるみたいな感じ、わかります、うん、何言うてんねんってね思いますよ自分でも、ほんまに何言うてんやろ裏取りはされてませんね。ってことでやっぱり大丈夫か、びっくりした、今が近くにおるちゃうかっていう殺気を感じましたけども、大丈夫でしたね、これ来るんちゃうか、こっちから、こっちから来てもいいやで、こっちから来てもいいやで、僕戦う準備できてるから、戦う準備できてるから、できてるか、いけるか、いけるか、これいけるか、どこいった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 、スーパーチャー泣きのスーパーチャップ毛に空中で打ち抜かれるっていう悲しみ動画ですね、まあ、これラスト3秒なんで飛びましょう。着地して終わってしまいましたね。まあ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 、なんかね、手首固定と感度の調整さえうまいことすればいけると思う。僕やったらジャイロの感度マイナス3ぐらいかな、めっちゃ落としてもいいと思いますね。それで多分ちょうどいいかなっていうぐらいになるかもしれません。いいですやん、ジャイロ勝てました、もうそれだけで僕めっちゃ満足感謝永遠にありがとうございましたということで、まあ、とりあえず皆さんね、手首固定しましょう。僕はね今更よ、めちゃくちゃ今更やけど、それを完璧にあのマスターできたと思う、まあ、ほぼ AM おじいちゃんだけどね、クイックボムとスーパー着地でごまかしました、じゃんじゃん、ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ、シャチェーン、テーン、スーパーチャップ自分にないです、俺がありがとうございます。いけるいける、 AM で勝負、あかん、スーパー着地に頼ってもうた、あほらほら当てる感じありますやん、いけるじゃん、いや自分にないです、今のはもう正真正銘、自分の AM、 いけるいける、やられた、ジャイロ勝負する、ジャイロスーパーチャックに倒ってしまうやつ、でもこれジャイロ OK、 綺麗に当たった、いいよいいよいいよ、手首固定できてるよ、誰誰誰誰手を書くわ、 OK、 ナイス、ありがとうございます、ちょっと塗るわ、おお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 お